ボンジュー。皆さんこんにちは。サバですか。アミテ外国語教師の小橋智子です。そしてシリルです。シルさん、はい、まずね、あ、そうそう、シルさん、初めて今日ね、見られる方もいらっしゃるかもしれないです。あ、いるかも。はい。なので、ちょっとまずシルさんの紹介をして、はい。まあ、簡単に紹介申し上げると、アミテ外国語教室によくうろうろするからこそです。はい。うろうろして何をしていただいてるんでしょうかと言いますと。まあ、いろんな活動してますけれども、はい、今は主に、落語パフォーマー、そして漫画の翻訳家として活動中でございます。はい。はい、そして、見ていれば講師として、授業をやっていただいてるんですけれども、シルさんがいくつかやっていただいてる、まあ、不治験対策とかもね、やっていただいてるんですけど、そのうちの一つで、漫画ワークショップっていうのを、はい、かれこれね、もう2年近く、なってますね。うん、今回がね、第4回目になるんですね。今日はその漫画翻訳ワークショップの動画の、はい、まあ、PR ですね。そうですね。やるわけでございます。はい。ですね、そしてね、まあ、どんな翻訳っていうか、どんな漫画かと申しますと、これ。じゃん。じゃん。みんなわかりますか、これ。はい。じゃん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 。はい。名探偵コナン。はい。元々の作品をフランス語で翻訳してるもんなんですけれども、はい、モシルさんが日本のコナン君をフランス語で翻訳してますね。はい、で、まあ、名探偵コナンはいろんなシリーズとかスピンオフっていうんですけれども、はい、あるんですけれども、まあ、関連作っていうんでしょうかね。はい、その中に、犯人の半沢さんっていうのはあるんですね。はい、あります、はい、ダダダン。ちょっとこれ白黒の話。これですね。はい、見えるわな、みんな、これね。もうこの作品もまたね、今年の10月からアニメ化にもなっていてね、また日本国内ですごい有名になって、もうどん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 話題になるんですけれども、まあもともと漫画、ね、紙の媒体なんですけれども、その漫画を教材として、使って、この漫画翻訳ワークショップを、が行うわけでございます。はい、で、今回は第4回目ですね。4回目ということで、チャピトル4になるんですよね。ですね。もう一個一個ファイル一つごとでやってるんですけれども、はい。まあ、ご存知な方いらっしゃると思うんですね、このネタは。名探偵コナンの、はい、まあ、本作の方でよく出てきてくる、こう、犯人が、こう、そうそう、影に立ってるんですよね、はい、バレるまでには。はい、ほんで、その影が今回は、主役なんですよ。で、人を殺すっていう、はい、まあ、田舎もんですね。ね、田舎から出てきて、その、キャラクターが可愛いね、面白いんですよね。うん、ほんで上京して、で、東京の米花町で人を殺すっていう決意してるんですけれども、人を殺す前に、まずは自分が、東京砂漠でサバイバルしないといけないっていう、サバイバルパロディ漫画でございますね。あるんですけれども、非常に面白い。はい、ということなんで、これを教材にしようかなと、ね、先生と相談した上で、提供しております。まあ今ね、結構何人かもね、ずっと最初から、ね、リピーターの方が、このコールのファンの方がね、そうそうそう、いらっしゃるね。本当に。もう早くもシールのファンにもなってほしいんですけれども、やってると思います。まあもちろん途中でね、もう入ってきても、構いませんので、ぜひ、この機会でね、なんて言うんでしょうか、漫画ですから、よくこう、つまりセリフがあるんですよね、キャラクター同士の。まずは、この日本語ね、書いてるのをね、皆さんに、フランス語に翻訳してもらうんですよね。そうなんですよ。このチャピター全部のね、吹き出しのところのね。それを、まあ大体、もう開催の1ヶ月前ぐらいから、すでに皆さんにこれを、テキストを渡しして、1ヶ月近くかけて翻訳をしてもらって、その開催までに提出をしていただく。そういうことです。うん。そして、開催の時、4回の開催の時に、シルさんと一緒に、皆さんどういうふうに、フランス語に訳されたかっていうのを聞きながら、シルさんが、こうね、説明を入れてください。説明します。それももちろん日本語でやりますからね、説明はね。だからまあそのね、漫画っていうのは生きたフランス語を使うわけですね。要は普段は結構会話とかでも使うフランス語なんですけども、今回その会話のフランス語は文章にもなるっていう、まあいろんな工夫があるわけでございますね。そういう説明とかもしながら、あんまり辞書とかにも載ってない。そこがね、フランス語の勉強にもなるんですよね。それがね、本当にこのね、ワークショップの醍醐味はね、
ね、まず、まあ、作文なんですよ。うん、要は、フランス語になるんで、私たちからしたら、普通作文の練習。ああ、そうですね。それから、フランス語会話のアウトプットの練習。そう。それと、今、シリーさんがおっしゃったように、辞書にはない表現を学ぶことができる。そう。これがね、このワークショップのもう最大の醍醐味やと思います。ね。うん、本当にね、はい、あとしかもまあこんな楽しい話ですから、うん、そう、なんか楽しくね、楽しみながら皆さんも絵もね、うん、あの綺麗だし、うん、面白いし、うん、っていうのが、うん、あの、はい、ポイントかなという感じなんですけれども、うん、あの今回もね、うん、あの4週間に分けて、うん、はい、毎回1時間60分で、はい、お送りするわけなんですけれども、うん、今回日程はいつでしょうか、ともこ先生。第1回目が8月27日、うん、第2回目が9月3日、9月10日、9月17日と4回なんですけれども、すべて土曜日で、うん、夜の、20時から21日、21時の、1時間。夜8時、9時ってことですね。そう、うん、になります、ね。で、この、1話を3回に分けて、だいたい1回、2回、3回で、こう、シリューさんが、皆さんどう訳されましたか、あ、それはいいです、いい訳ですね、でもこういう訳もありますよっていうふうに説明してくださるんですけど、最後の17、日はですね、4回目は、Q&A。そう。うん。ってことで、ね、皆さんからいろんな質問をしてもらうと。だから、ワークショップが始まる前に皆さんのワークをこちらによこしてもらって、うん、こちらでチェックします。うん、はい。ね、うん。で、第3回と第4回の間に、うん、まあ、1回目、2回目、3回目の時にいろんな説明をするんですけれども、うん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 、第3回目のが終わった時点で、うん、あの僕のコメント付きの皆さんのワークに一旦返しますね。はい。で、その最後の週、うん、第4回目の Q&A の週には、うん、それまでに自分が翻訳した、はい、文章、うん。それから実際にね、これフランスで、うん、出版されてるから。あ、これね、ちなみにこれも、そうそうそう、シリルさんの翻訳です。翻訳してますね。そうそうそう、フランスで出版されたものと、ちょっとこう比べてもらって、そこから自然にいろんなクエスチョンが生まれてくるわけなんで、ね、うん、それをちょっとまた、第4回目の時に、話をしながらみんなで、また解説を つけるっていう、流れなんですよね。この Q&A がね、皆さんすごいね、積極的にいろんな。熱心ですね。本当に1時間で足りないぐらい、いつも、ね。足りない。うん、早く5時間ぐらいした方がいいんじゃないですか、このワークショップ。本当ですね。この Q&A がね、盛りだくさんでいつも楽しいんですけど。ということでですね、もう皆さんも本当にこれからちょっとやりたいなと。そう。何でしょうかね、将来もちょっと翻訳、プロとしてもね、活動したい方とか、ね、あるいはやっぱりそのフランス語の、なんでしょう、もうちょっと深く勉強したい、知りたいとかっていう方にも向けて、あるいはもう漫画、そのものも好きっていう方にも全、もう妥当なワークショップだと思います。そうですね、最適ですね、はい、そういうの。で、他に言いたいことありますいや、もう全部言っていたい。あ、そうそう、あとね、普通研ね、普通研の、はい、2級と準1級と1級には、普通作文っていうのがあるんですよ。で、結構配点が高いんです、うん。で、なかなか作文の練習ってね、こう一人でできないんですよ。だからね、変えてもね、それが自然なフランス語かどうかは自分ではわかんないんですよ。私たち、外国人には。はいはい。でもそれを、このワークショップでは、シリルさんに添削していただくことで、自分が書いたフランス語が自然なフランス語なのか、どうなのかを採点してもらえる。厳しくチェックしますよ、ね。添削してもらえるというすごく成績も出しますね。最後ね、成績を細かくね、例えば語彙力、理解度、あと何？表現力とか。そうそう、表現力、うん。それぞれ5段階ぐらいで評価が出ると。はい。うん。そのようなもうすごく充実したワークショップなので、まあ一応ね、まあそのまあ普通研で言うとやっぱりこれかなりね高度なので、うん、まあ普通研で言うと2級以上の方。向けかなと思います。そうです ね、うん、ね。そうです。ちょっと初級の方には少し難しいかなっていうところなんですけれども、うん、でも自分は試してみたいなと思ったら別にもちろん、はい、チャレンジビアフリでございますね。はい、ビアフリ、はい、ということで、はい、第4回、そうですね、ただいま募集中の、うん、漫画翻訳ワークショップの、はい、皆様をお待ちしておりますんで、はい、アミチェまでご連絡いただけたらと思います。はい、概要欄からお申し込みくださいませ。はい、こういうことでねこうお待ちしてます。はい、ありがとうございます。お待ちしてます。